皆さんこんにちは、だたまきです。今回紹介する万年筆はこちら、ペリカンのクラシック205スタールビーになります。先月の7月は僕の誕生日がある月で、こちらの万年筆は誕生日プレゼントとして親から買ってもらったものになります。ショーケースの端っこら辺に箱がなくてビニールに包まっている状態で、特別価格みたいな感じで置いてあって、よく見てみたらすごい綺麗な万年筆を見つけて、それでこれに決めました。定価は 17,600円なんですけど、箱がなかったので半額の 8,800円で買うことができました。で、これは購入してから知ったことなんですけど、ルビーって7月の誕生石なんですよね。偶然というか運命的なものをちょっと感じました。こちらのインクは万年筆を買った後に Amazon で購入したもので、価格は2600円ぐらいでした。エーデルシュタインといって、ペリカンのちょっと高めなインクになります。で、エーデルシュタインはいくつか種類があって、定番色もあるんですけど、インクオブザイヤーっていって2012年からその年しか生産しない限定色を今まで毎年毎年出しています。スタールビーっていうのは2019年のインクオブザイヤーになります。ペリカンの万年筆もインクも一度も使ったことがないので、これから使うのが楽しみです。それでは早速インクを入れていきたいと思います。インクボトルは側面が直線ではなくて曲線になっていて、飾っておくだけでも綺麗にインクが移ります。容量は 50ml になります。万年筆の方はピストン吸入式となっています。コンバーターなどは使わず、コンバーターの機能が万年筆に組み込まれているといった感じです。ニブはステンレスで、出幅 F となっています。インクが入りました。それでは実際に書いていきたいと思います。
ラスチック205は意外と短くてすごく軽いので、手が大きい人はキャップポストして書いてもいいかもしれません。キャップポストすると普通の万年筆ぐらいのサイズになります。チャンネルの登録者数が50人を突破いたしました。登録してくださった皆さん、ありがとうございます。もしまた登録してない人がいたら登録してくださると本当に嬉しいです。てな感じで、今回の動画はこれで以上になります。コメントやチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。それでは、また見てね。